それでは線形代数、ベクトルと行列の定義ということで解説を始めます。まず数ベクトルについて説明します。数ベクトルとはこのように、括弧の中に数を縦に並べたものです。2つある場合は二次元数ベクトル。 三つある場合は三次元数ベクトルと言います。一般に N 個の場合は N 次元数ベクトルというわけですね。また成分が実数の場合は実数ベクトル。複素数の場合は複素数ベクトルと言います。N 次元実数ベクトル、実数ベクトルの全体を N 次元実数ベクトル空間と言って RN で表します。また、N 次元複素数ベクトル空間は、N 次元複素数ベクトル全体で CN で表します。RN もしくは CN の要素 X というのは、このように X1、X2、XN と N 個の成分を持っているわけですが、上から I 番目の成分を大 I 成分といい XI で表すことにすると、X はこのように逆記することができます。 このスライドでは場所の都合でこのように略記することにします。次元が分かっているときはカッコの中に xi とだけ書いて略記することにします。このような数ベクトルは応用例としてデータを並べた数ベクトルやあるいは r2、r3 では平面や空間ベクトルと対応して考えることができます。データを並べた数ベクトルは これからやっていく行列をかけることによって、どのように変異していくかということを調べたりするのに使われます。R2、R3 は平面空間ベクトルと対応して考えることができます。従って、基下的なイメージを持って捉えることができますので、一般にこれからは N 次元の Rn について考えていきますが、頭の中のイメージとしては、一つの方法として、 空間や平面のベクトルを参考にしていけばいいと思います。それでは、まずおさらいとして問題をやってみましょう。次の記述のうち正しいものをべて選びなさい。要素と集合の間の関係としては、x というものが s という集合に属するということをこういうふうに書くんでした。これは s の中に x が要素集合の要素として含まれているということを表します。 ここのように書くこともあります、ね、はいそれでは1つ目を見ていきましょう1-1は R3 に属しますか R3 は3次元の数ベクトル全体の集合ですから1-1という2次元の数ベクトルは属しませんまた 2-i1 これは3次元数ベクトルですからやはり C2 には属しません複素数ではあるわけですけども C3 に属するわけですね 2-11。これは実数ベクトルですから R3 に属するわけですけれども R3 は当然 C3 の中に含まれます。これは実数が複素数に含まれるということから同じように考えることができます。従ってこれは正しいということになります。 120はここは0ですけれども、ここはたまたま z は0なんだけッ z 成分が、第3成分が0だからといって、3次元数ベクトルを2次元数ベクトルというわけではありませんので、これは間違いです。123は実数ベクトルですから、r3 に属します。これは正しいですね。そして最後の 1-1i0 は、やはりここも第4成分が0だからといって、複素3次元数ベクトルとは言わないので、 これは間違いです。